皆さんこんにちは、中井智彦です。僕が日頃から深くお話をしたいと思っている方をパートナーにお招きして開催する、ライブ歌フレンズボリューム3がですね、6月2日日曜日赤坂ノーベンバーイレブンスで開幕会始まります今回このボリューム、ね、3のゲストこの方です。今井俊介さん。どうも、今井俊介です。オペラ歌手やってます。よろしくお願いします。あの東京芸術大学の同級生 で今井さんはね、正直言っていい、怖いもうどうしようかと思って。でもそんなに生きてたかな。いや、生きてたっていうより、あの僕あの大学時代バスのパートのパートリーダーだったんですよ。そうそうそう、バスのお世話になりましたね。でバスって1年に10人いて出席取ったりとか合唱の時間するんですけど、まあ、大概いなかったですいないけど丸つけろよみたいな圧が来てますそうお願いしますよ、中井さん。そうでもね、やっぱり今井さんの歌の威力とかすごく1年の時からこんな人がいるんだっていうのを感じていて。本当に本当に。あ、そう、そうな。俺なんか3年ぐらい前、鳴かず飛ばずで俺中井のことすごいなと思ってた。そんなことある？思ってたよ。なんで？いい声だし本当本当、音色が綺麗だったし、ドイツ語も歌うし、何でもあげるよ。本当？焼き肉おごって。焼き肉おごりではしょうがないところ。でも本当に憧れてた。だってみんな上だったから、その実力的にも上だったからさ。あのキャリアとしてもほらもっと前からやってたでしょ。うん、いやでも俺もだから高校生入ってからだからね。でもほら高校生入ってからでしょ。まあまあまあ。で他のメンバーじゃない、他のバスの人たちもさ、うん、みんな高校生からやってて。まあね。こ日本の高校のコンクールとかでも。上位だったりとか1位取ってたりみたいな人いたでしょ。ね、いたね。そうそう、かだからね、結構劣等感あったんだよね今井さんね。21歳からそう、21ぐらいからね、歌始めて22で入ったような感じだったからね。怖かったよ。まあね、だってほら誰よりも年上だからさ負けたくないからさ、もうずっとこ う, そう基本的に胸張って歩いてる人それは違う、それは水泳やってたから胸板があったんでしょ。そ う, そうでもって水泳やってたせいで、うん、あのピチピチの T シャツが好きだったっていうその印象はある。その印象でしょ。ある。今井さんといろいろね、こうやってご縁があってまた再会して話してたら、いろいろね、やっぱり大学時代本当に、まああのライブではいろいろお話しますけど、今井さんがいたから卒業できたっていう。それはお互いだよね。あのそう、あの俺たち本当一心同体っていう、うん、もう死ぬ気で最後の1年は頑張った、ね、やりましたね。それまたライブで話すみたいな。そうだね、うん、ライブで話します、うん、はい。そうで今日ね、選曲ミーティングさせていただいて楽しかったね。楽しかったね、うん、これでもかってくらい。なんか、まあ、今井さんの大学時代の印象ってやっぱクラシックだし、もうね、それしか僕知らなかったからね。そうだね、ベルディで突っ込んでいく感じのイメージだったけど、今回のミーティングで、うん、たくさんのレパートリーあるんだろうなとは思ってたんだけど、うん、ちょっとね、予想を覆された全然俺の脳じゃ足りないぐらいだ本当すごいね、うん、本当にいろんな曲が出ましたね。ね、あと被ってた曲もあったけど ね、やっぱお互いバリトンだったからね。そうそうそう、あのびっくりするぐらい同じ曲、あこれ全部一緒じゃんみたいなね、あったね。でもまあその中でも、まあ、今井さんをね今回ゲストに迎えるということで、まあ、僕本当に卒業してからほぼクラシック歌ってなかったんですけど、久しぶりにちょっとね、うん、僕 の, あの土台であるクラシックのドイツリートを久しぶりに歌おうかなと思ってレアだね。レアですよ、だから楽しみにしてください。今井さんにはねぜひイタリアのコンソーネを。俺どこで聴いてたらいい、それ。客席でこう聴いて。大丈夫、聞く場所用意しとか。そう、聞く場所ちゃんと用意して、大丈夫。それ書いとけばいい、審査員に。やめて。そういうやつじゃない。そういうやつじゃなくて、ね。審査しない。そうそう、楽しむやつ。そうそうそう。まあ、それそれとして、クラシック歌いつつも、やっぱね、僕らの中で共通項として、実はミュージカルもあるんですよ。そうそう、ね、うん。だからそのミュージカルを、今井さんの曲で聴きたいっていうのもあるし、うん、僕も歌いたいっていうのもある。とかまた出会いとかね、再会とかっていうの話せたらいいね。あの詳しくは本当に歌触れてきてください。そこで楽しい。楽しいよね。楽しい。まあ、いつもなんか不器用だからね、100% 全力投球しかできないんですけど。このね、不器用 100% 全力投球大好きなんですよ。大好き？私。本当？はい。じゃあ全力でぶつかり合っちゃう。ぶつかり合っちゃう。まるでプロレスみたいに。そう、そうだね。そうね、うん、もう本当に歌と歌のね。歌のぶつかり合いで、ね。ぶつかり合いでリレーを渡し合って。しかも同じバリトンだからね。そうそうそう。ミュージカルに行ったバリトンと、
構オペラの道に進んでたバリトンで、これなんかどういう化学反応が起こるかですね、すごく楽しみ、うん、僕ね、魔界なんか、魔界じゃない、魔界より魔界に負けないように頑張りますから、どうぞよろしくお願いします。まあ、同じバリトンであっても、あの大学にいた頃からね、バリトンっていう一つの声優でまとめてもいろんな人がいたし、うん、いたいたいた、でその中で今卒業して、13年くらいかな、もうちょっと経つかな、うん、そこでみんながそれぞれ今井さんの音色と突き抜けていっている音楽への情熱っていうのと、うん、僕が感じている音楽の表現の情熱っていうのが、なんか合わさったらすごく面白いなって、面白いと思うよ、すごく感じてるんですよ。だから今回、まあ、あえてちょっと歌を多めにするプログラムにしようと思ってます、うんうん、それはあの、まあ、その歌声の中で僕らの歌の道をね、お客さんに感じてもらえたかもしれない、うん、その道がこうまた重なってね、そう化学反応で、ね、いけるとね、いい音楽ができる、そう、そこ楽しみだ、楽しみですね、それでは皆さん会場でお待ちしております。中井智彦と今井俊介でした。さよなら。さよなら。